米大リーグドジャースの大谷翔平投手は20日、日本時間21日、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第6戦に、1番 DH で出場し、4打数2安打1打点。10対5で勝利したチームは、ワールドシリーズ WS 進出を決めた。昨季まで所属していたエンゼルスの人気女性レポーターは、優勝チームの一員となった大矢を祝福。 日本ファンも感激の声を上げている。画像、エリカ×ワトソンの人気レポーターがついに合体大谷エンゼルス戦で実現した実際の対面写真。大谷を祝福したのは、米カリフォルニア州地元局、バリースポーツウェストのレポーターを務めるエリカ・ウェストンさんだった。自身の X、旧ツイッターに、おめでとう賞と書き込んでいる。 2018年から昨季までエンゼルスでプレーした大谷。エリカさんはその一挙手一投足を伝え続け、日本ファンの間でも人気の存在となった。今も大谷にエールを送るエリカさんに、日本ファンからは、エリカ様ありがとう。エリカさんがお祝いしてくれてます。すぐにおめでとうと言えるエリカ氏はやっぱり女神。ずっとエリカと見てきたんだよな。この男を、エリカさんなんとお優しい。あ エリカさんも喜んでおられる、などと反響が集まっていた。